明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけでね、もう今2020年になったということでね、はい、新年一発目、はい、早速ね、クイズに正解してね、難しい、まあ、最先のまずクイズよね、クイズ流れにね、クイズからなんだ、競馬ってクイズ系 YouTuber なんで僕ら、クイズ系 YouTuber、 納豆クイズノックだからね、俺らは、ね、競馬もクイズみたいなもんですからね、うん、というわけで今回は何ですか、今回何のクイズですか。はい、馬柱クイズです。なるほど、馬柱、まあ、その馬のね戦績を、はい、馬柱あるじゃないですか、テーマ新聞、はいはいはい、下からねデビューの時から読み上げていくんで、なるほど、それをヒントにどんな馬なのかを探ってください。あ、じゃあ分かったらもう早押しでいい、あ、もう挙手でお願いします。 OK です。大丈夫ですか。3頭いますんで、はい、で、僕意地悪じゃないんでね、なんか変な馬選んでないんで、ちゃんとみんな重賞買ってます。おお、じゃあベストマッチはないかいや、それはどうなんでしょうね。サウンズオブブラースもないか。ないね、多分ないね。そう、視聴者さんにも分かるような馬を選んでるんで、ね、OK です。じゃあ、お願いします。はい、はい、1頭目からいきます。はい、3歳未勝利、芝2000、1着未勝利デビューなの。勝利デビューか。勝利デビュー、はい、芝2000、3歳以上500万スター、芝2400、1着、え、境港特別、芝2200、1着、めっちゃ初やん、日経新秀杯、芝2400、2着、すごい、日経賞、あ、わかった、はい、武田、え、全然わかんない、いいっすか、これでわかる、はい、シャケトラ、あ、正解、すごい、あ、すごい、全然わかんなかったな、これちょっと不利があって、今何レースか飛ばしちゃったんですよ、2レースぐらい、1着飛ばしちゃった、そう、飛んじゃったんだけど、でもそれでも分かったところがすごい、いや、もう思い出のあったレース、そう、この後ね、アメリカね、ジョッキーズクラブと阪神大賞典連勝、それで分かるかなと思うんですよ、ということで、まあ、惜しくもあれですけど、シャテトラというもの、そうですね、自分が一歩だけどな、高橋も答えらんねえのかよ、これシャケトラありがとうっていう、シャケトラありがとうって動画です。これはちょっとあれですか、ちょっと弁解しないと、次行こうか、はい次行きますか、はい、はい、じゃあ2問目、はい、2歳新馬、芝1400、1着、3歳500万スタ、芝1600、1着、毎日杯、芝1800、3着、アーリントンカップ、芝1600、4着、小豆島特別、芝1600、2着、有松特別、芝1600、1着、はい、早かった。なんで条件戦でわかるの、みんな。全然わかんない。重賞でまで引っ張れると思ってたのに。いきます、はい、どうぞ。インディーチャンプ正解、よーし、すごいね、すごいね、本当によし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 、すごい、何も書いてないんだけど、まだ、まあ、ちなみに言うと、この後に元町ステークス、東京の新聞杯を連勝して、マイラーズカップ4着なんだけど、その後に安田記念、はいはいはい、勝ちますね、まあ、そっからいいとこで分かったね、今ね、いいですね、うん、もう次で最後、もう次で最後ですよ、早いんだよ、早っ、この動画早っ、3問しか用意してないよ、俺だって、今詳しいかな分かっちゃうよ、そんなの、お願いします。はい、じゃ最後いきます、はい、2歳新馬1600、あ、芝1600、2着、2歳未勝利、芝1800、1着、アルテミスステークス、芝1600、1着、阪神ジュベナイル、あ、芝1600、ありました、大丈夫それ、なんとなく俺もなんとなく分かったんだけど、なんとなく分かったんだけど、いいですか、はい、ラッキーライラック、ブブー、違う違う、俺もそうだと思った、そうだと思った、違うの、ブブー、そういうことだ、どこまで行ったっけ、阪神ジュベナイル、はい、次から行きます、はい、阪神ジュベナイルとか、はい、阪神ジュベナイルが芝1600、2着で、チューリップ賞、芝1600、3着、桜花賞、芝1600、2着、優秀牝馬、芝2400、5着、関西ツアー、はい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 、終わっちゃうよ、いいの、これ当たるのかな、これラッキー大学か、どうぞ、ビーチサンバ、ブブー、違う、ブブー、桜花賞の2着、桜花賞の2着、違うか、まあちょっとね、牝馬でこれぐらいの馬はちょっといるのかもしれないね、まあそうだよ、みんな同じ路線行くからね、うん、まあもうちょっとかかるかもしれない、どうぞ、じゃあ続き、
私関西の方からいきます。関西 TV ローズステークス芝1803着、昇華賞芝2002着、秋華賞、はい、でエリザベス女王杯芝2208着、東京新聞杯芝1601着、はい、はい、ここでリスグラッシュ、あ、正解です。東京新聞杯だって見に行ったじゃん見に行ったじゃん俺ら、ね、東京新聞杯リスグラッシュ買ったやつ、え、行ったっけ俺、見に行った、行きました、お前も一緒に行ったよ、俺本命クルーガーにしてたもんこれで、田中あの人が要は困ったな、そこにいる人が、まあ、グレーターロンドンにしてたんだよ、ね、ああそうだね、そうそうそう、うん、覚えてる、グレーターロンドン写真撮れたとか言ったらめっちゃ喜んでたの、うん、もう頭の人しないよ、田中健今同点だからもう一問だけ、もう一問だけなんか、まあ、そうだね、わかりました、ちょっと作りますわ、うん、というわけで、はい、急遽今3問私僕らが詳しすぎてね、はい、ちょっと値段すごいからね、簡単すぐ終わってしまうということで、ちょっと難しいバージョンを、はい、作ってまいりました、そうだよ、はい、もしかしたら G1 勝ってないかもしれない、おお、 G2、G3 止まるかもしれない、おーおー、そういう感じの3問を用意したんで、はい、ゆかさん、お願いします、はい、じゃあ4問目いきます、はい、2歳新馬芝1607着、2歳未勝利芝1607着、2歳未勝利芝1802着、2歳未勝利芝1801着、紫の花賞、芝菜の花賞、菜の花賞1600芝1602着、デイリーハイクイーンカップ芝1602着、サンスポ賞フローラステックス芝1204着、優秀牝馬芝2406着、シオンステックス芝2003着、秋華賞芝2014着、まだ1勝しかしてないよね、耐えてユートピアステークス芝1609着、初音ステークス芝1801着、はいはい、待って、分かってほしいね、いいんだよ、出すのがあれだったら一緒に出しても、いや、いいよ、高島先でいきます、ここで分かるかな、どうぞ、ワンブレスアウェイ、ダメ、さすがにここじゃダメでしょ、わからないでしょ、初音ステークス勝ってるんだよな、はい、じゃあ、どないさんかいきますか、はい、どうぞ、待って、違ったかもしれない、ミリスタ、あ、違います、はい、違う、同じ答えを出してたじゃあ、続行、はい、続行、初音ステークスの次からで、うん、中山牝馬ステークス芝1808着、うん、まだ勝ってない、全然勝ってない、福島牝馬1802着、ビクトリアマイル芝1608着、長岡ステークス芝1603着、あれ秋風、春風じゃない、秋風ステークス芝1602着、はい、はい、ここでわかんの、これもキモいけどな、自分、フロンティアクイーン、正解、すごいね、言われてみれば、すごい、ね、言われてみれば、この後にターコイズステークス中山牝馬クイーンステークスをずっと2着するっていうね、うで最後中山牝馬ステークスで重賞初制覇の後に、ちょうどいいなこのレベルですが、ちょうどいいなこんな感じの後にちょうどいいレベルだなこれ悔しいな今の、悔しい分からなくはなかった、よしよし、でも個人的に次は多分分かんないと思う、むずいと思います、あれ分かるかな、なめんなお願いします、じゃあ5問目いきます、はい、3歳新馬芝2002着、3歳未勝利芝1800、3歳未勝利芝2202着、待ってくださいね、あ、3歳未勝利芝2002着、3歳未勝利芝2005着、3歳未勝利芝2201着、4歳以上500万以下、4歳以上3歳が走ってないじゃん、芝2206着、金山特別芝2202着、小倉城特別芝2001着、淡路特別2201着、烏丸ステークス
芝2400一着。むずい。ジューンステークス芝2000一着。はい。はい。勝ってるな。急にいいですか。はい。リッチマン。違います。まあ、いい線いってもいいかな。めちゃくちゃ時間かかると思う。いい線いってるかもしれないな、でも。どこまでジューンステークス。その後からで、新潟記念で9着、アイルランド5着、小倉大商店、14着、中日新聞杯7着、メインステークス10着。いっとこうかな、1回。はい。一回ね、一回かませていきました。回答使ってるレースでもう行くわ。わかりました。着順とかわかんないけど OK です。はい、多分もっと書き続くと思うんだけど、はい、湘南バッハ。違います。ちょっとそれかなって思った。本当に思った。それかなと。テイストは似てんのかな。そんな感じ、そんな感じ。そこら辺の店が走ってたからな。もっと距離長めの馬なのかもしれんな。すいません、もう行ってなかったですね。あれ距離言いますね。すいません。ああ、はいはいはい、うん。次メインステークスって言いました。まだやってない。じゃメインステークスからで、芝1810着。全然ダメなんだよな、この辺。ヨナゴステークス芝1609着、ジュライステークスダート1800カワー、7着。おい、ダート大変だよ。キャピタルステークス芝1608着、テテルギウスステークスダート2000、9着。ニューイヤーステークス芝1607着。何がしたいんだ。落葉ステークス芝1605着。阪急杯芝1405着。何これ。カニ川岳か。カニ川岳ステークス。これ行ったとこ。芝1606着。宮古大寺。宮古王子。宮古王子ステークス芝1803着。エクソムカップ芝1814着。一応答えますけど、ね、はい、はい、トーキングドラム。違います。一応、はい、はい、マイネルファンロン。違います。重賞分かってる馬なんだよね。重賞はこの後勝ちますよ。はい、じゃあ俺も一回言っとくわ。はい、ソーグリッタリング。違います。はい、続行。まだまだあるからね。まだ走るよ。いや、この後急に分かる時が来るんだろうなっていうのはある。うん、最後は手挙げるので勝負しよう。もちろん手挙げる、早さ、はい、じゃあ次エプソムの続きで、カシオペアステークス芝1803着、アンドロメダステークス芝2003着、また芝2003着、チャレンジカップ芝2008着、いやどうだな、大阪城ステークス芝1808着、六甲ステークス芝1607着、頑張れ、頑張れ、ステークス芝1611着、頑張れ、頑張れ、七夕賞芝2001着、おおほら、小倉記念芝2011着、新潟記念芝2005着、福島記念芝2012着、ステイヤーズステークス芝3608着。ステイヤーズ使ってんの。障害4歳以上未勝利、1着。はい、わかりました。はい、出ないわ。おじゅうちょうさん。あ、違います。おじゅうは未勝利よ、ファンに。おじゅうは勝ってないから。おじゅう勝ってないんですか。平地勝ってないから。障害はい、どうぞ。はい、次、周年ジャンプステークス。分かった、分かった、はい、メドラーク。あ、正解です。おお、障害のプロ。七夕賞勝ってて障害だから。そう、爆穴のやつ、七夕記念。爆穴のやつ。そうだよね。七夕記念は11番人気で1着。そうだよね。あ、めっちゃ見てましたよ、みんなで。多分見た気がするな。ウィンズかなんかで見れて。全員低いから。なるほど。よく分かったね。今、2対2対1だね。そうです。そう、2-2。このままだとまたちゃんと同点になっちゃうんだけど、まあこの後は阪神ジャンプステークスを勝つっていうね。うーん、いや絶対わからん。じゃあじゃあ次もむずいです。いや、もうかかってこいよ。もうこのままだってヒントがね1個しかない。お願いします。、はい、お願いします。最後で、はい、2歳新馬芝1805着、2歳未勝利芝1801着。いいよ。これなんですけど、もう100日草って書いて、桃花草特別芝2001着、
共同通信杯芝1800、4着。はいはい。マジで、いや、違うかな。マジで言ってんの、もう分かった。いきます。アドバイヤミヤビ。違います。あ、違いますね。即引退じゃないですか。どうぞ。続きで、あれ共同通信杯って言うんだ、はい。じゃあ次、富士 TV スプリングスステークス芝1807着、テレビ東京杯青葉賞芝2401着、東京優秀芝2407着、札幌記念芝2007着、神戸新聞杯芝2408着、日経賞芝2505着、目黒記念芝2504着、札幌記念芝2010着、三景賞オールカマー芝2206着、天皇賞秋芝2011着、チャレンジカップ芝2005着。以上です。以上です。以上ですね。引退ではないです。ああそう、引退ではないですね。まだ走ってると思う。まだ走ってる。ヒント、どう出しましょうかね。じゃあ新馬戦のジョッキーいったら結構ヒントかもしれない。新馬戦のジョッキー、あ、2歳新馬のジョッキーは海老名です。さあ、青葉賞勝ってんだよね。ちなみに青葉賞を勝った時も海老名ですね。え、思い出して。はいはい、武田。チェスナットコート。違います。うわー、それてる。あの、かすってる。かすってる。めっちゃかすってる。めっちゃかすってぽい、そういう感じのテイストのが。チェスナットコートがかぶすってるんですか。ってめちゃめちゃかすってる。うわ、そんな感じよねみたいな感じ。天皇賞は走ってたよね。うん、走ってた。目黒記念も走ってる。ダービーも出てる。じゃあ、おなじみの馬ではあるはずなんだよな。うわ、ヒントにならないよね。いや、むずいな。意味ないでしょ。さあ、食べてください。はいはいはい。当選また来いや。違います。当選また来いや、1200じゃない。全然違うか。全然違うか。調子よし言いますか。分かんないと思うけどな。それ言っても分かんないと思う。藤沢和夫。あら、有力馬じゃないですか。じゃあ藤沢和夫蛇だ。さあ、激ムズだな。だってルートは王道ですもんね。ローテーションだ。まあまあ王道言ってた。チェスナットコートがめちゃめちゃかすってんだよ。かすってるってどういうこと。めちゃかすってんだよね。でも結構短かったよね。うん、障害平積まだ現役なんでしょ。ですね。 2,3 年しか走ってなかったもんな。あ、まあちょっとあれですね、チェスナットコートとあのまあ勝負服似てるから。いやバヌシは違う。いや、ちょっともうちょっとヒント欲しいな。どうしようかな。世代とか、世代いったら分かっちゃう。世代いったら分かれちゃうでしょ。何の人がいいんだろう。青葉賞勝った時の2着とかいます。ああ、いいね。はい、青葉賞勝った時の2着は、うんうん、エタリオです。エタリオ勝った時の2着ってことは、さ、ちなみに3着はスーパーフェザー。え、マジ抜けてるな、青葉賞の記憶が。よくわかんないけど、はい、一応。はい。サンリバル。違います。違う、ね。サンリバル。サンリバルじゃない。誰だ、誰だ、青葉賞だったの、あの時。マジで覚えてないな。待って待って、全然出てこない。海老名が勝った曲ないもんな、青葉賞。忘れないでよ。忘れないでよ。ダービーで見てるはずなんだよ。そうだね。そうだね。見てるはずなんだよ。で、青葉賞一着だから、一応予想の候補にも上がってるはずなんで。そうだよね。そうですね。すごい真剣な顔してるね。初めてそんな顔になったね。最初の文字言っちゃうとね、ちょっと特殊かな。ちょっと分かっちゃう。なるほどね。ヒントになっちゃう。え、な、赤サタンなんでどれか。あ、何行ってこと。分かった、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 分かった。ブレステーキング。違います。よかった、全然違った。かすりもじゃあ、赤サタンで言うと、家業です。楽天がつくかどうかとか、あの、わかんないですけど。カキクケコ、ガジグジゴーのどれか。楽
今刀しか頭に刀は違う。分かったぞ。来た。童貞になっちゃうやつだ。どうすんの。来た。これは分かったわ。尺。頑張って。ボーホダサミット。ああ。そうか。これだ。これだ。うわ悔しい。めっちゃ悔しいこれ。よく正解だ。めっちゃ悔しいですか。福永に乗り換わったんでしたっけ。うわめっちゃ悔しいこれ。福永はね、福永は乗ってないね。石橋か石橋そうだ石橋よしちょっと最後の最終決勝問題決勝問題決勝問題1問を分かりました100ポイントお願いします100ポイント100ポイン ト, 100ポイントちょっと K チャンネル名物100ポイントどうしようかちょっとだからブレイクタイムしぼあブレイクタイム、はい、ラスト問題よいしょ100ポイントね非常にいい熱戦を繰り広げて2対2対2だよ同点ですから、はい、トップ差100ポイントねもう無条件で勝者ということで、はい、皆さん頑張ってくださいはいどうぞじゃあ最終問題いきますはい、2歳新馬芝1601着新潟2歳ステークス芝1607着デイリー杯2歳ステークス芝1609着シクラメン賞芝1806着、もみの木賞、ダート1801着若葉ステークス芝2011着清流ステークスダート1601着ユニコーンステークスダート1603着ジャパンダートダービーダート2002着ラジオ日本賞ダート1803着ブラジルカップダート2103着東京中日ステークス何これ東京中日ステークス杯武蔵野ステークスダート1602着シバスステークスダート1810着何これ院長三河ステークスダート2002着はいはいやったなこれいやわかんないどうですか行ってみましょうはいサンライズツアー正解です そうだよ、そうだよ、サンライズそうだよ。そうだサンライズが出てこなくて。そうだ。よくソアの方を選ぶわ。ノバじゃねえよなと思って。すごいね。102ポイントゲット。すごいね。まあ、この後にあの名古屋大商店を勝ちまして。名古屋大商店はい。また平安ステークス。うん。で、あとシリウスステークス、JBC クラシックチャンピオンズカップで3着ということで。はい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 。はい、もうそういう成績ってみて。ここら辺がいいんじゃないかな。いやもう文句がなかった。文句なし。素晴らしい。素晴らしいです。いいね。前回のクイズに引き続いて2連覇。クイズプロなんだよ。クイズプロなんですか。クイズプロなんです僕は。もう社長交代した方がいいんじゃない。優勝商品社長の権利ってことで。ちょっとな。毎日どうでもいい動画出さなきゃいけない。大変だからな。じゃあゆかちゃん感想ない。はい。あのすごい反面ちょっと皆さん気持ち悪いなと。本当は知らないよ、俺。全くね。ホビーは俺らさ、全然。誇りがあって。台本あるから。何よ、それ。リアルガチでやってんだろ、今。ガチガチにやりました。身代わりにしてくれたんだから。脳内のデータベースをもう、ぐるぐる回してね。気にしないで、こんなことはね。誇りを持って、これからも、競馬予想に専念してください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、おもろいね、これね。そうは